日本海東北自動車道、日本海東北自動車道、日本海東北自動車道、日本海、東北エクスプレスウェイは、新潟県新潟市高南区の新潟中央ジャンクションから山形県を経由し、秋田県秋田市の河辺ジャンクションへ至る高速道路である。略称は、日本海東北道、日本海東北道、日本海、東北エクスプレスウェイ、日東道。 日東道、ニットエクスプレスウェイ。本線上の案内標識では、両方の略称が表示されている。ラジオ等の交通情報では、日本海東北道と呼ばれることがほとんどである。北田インターチェンジから、本庄インターチェンジは、一般国道の自動車専用道路、その他の区間は高速自動車国道である。2015年、平成27年10月現在、 新潟中央ジャンクション、新潟県新潟市港南区から、朝日まほろば IC、新潟県村上市間、厚み温泉インターチェンジ、山形県鶴岡市酒田港 IC、山形県酒田市間、木坂田インターチェンジ、秋田県ニカ星川部辺ジャンクション、秋田県秋田市間が開通している。高速道路ナンバリングによる路線番号は、秋田自動車道、川辺ジャンクション、 小坂 JCT 間とともに E7 が割り振られている。日本海沿岸の縦貫軸として、新潟県海津、山形県庄内、秋田県沿岸部の3地域を結ぶ高速道路、盆地の東北自動車道や太平洋沿岸の常磐自動車道、三陸自動車道などとともに、東北地方を南北に縦貫するルートの一つとして、整備が進められている。ほぼ全線にわたって、 国道7号と並行し、全通した場合は、近畿県や中京圏から、北東北への最短ルートとなる。長らく基本計画区間だった朝日真幌場、厚見温泉間、湯崎坂田間の2区間は、それぞれ日本海沿岸東北自動車道、国道7号の朝日厚見道路、湯崎坂田道路として2013年、平成25年5月15日に事業化され、 全線開通の目途が立った。豪雪地帯を通過するため、当期は普通タイヤ車を対象に、チェーン規制が実施されることが多い。国土開発幹線自動車道の路線名は、新潟中央ジャンクション、新潟空港インターチェンジが、北陸自動車道、新潟空港インターチェンジ川辺ジャンクションが、日本海沿岸東北自動車道、日円道である。案内標識上は、 上記のののすべてて区間で、日本海東北自動車道の名称が使用されている。当初、新潟中央ジャンクション新潟空港インターチェンジは、北陸自動車道として共用されていたが、2002年、平成14年5月26日の新潟空港インターチェンジ、西楼柴田インターチェンジの開通に合わせ、日本海東北自動車道に変更された区間である。この開通に合わせて、 インターチェンジ番号や、キロポストも北陸自動車道の、前原 JGT を起点としたものから、新潟中央ジャンクションを起点としたものに変更れた。このほか、鶴岡 JGT 坂田港 IC は開通当初、山形自動車道として共用されていたが、2012年、平成24年3月24日の厚みオン、泉インターチェンジ鶴岡 JGT の開通に合わせ、 日本海東北自動車道に変更された区間である。日本海東北自動車道と日本海沿岸東北自動車道は名称が類似しているため混同されやすいが、非沿道自体は新潟市青森市までの区間であり、開通区間は日本海東北自動車道のほか、河辺ジャンクション二つい白上 IC 及び大館の白空港 IC、小坂 JCT 間が秋田自動車道を、 小坂 JCT 青森インターチェンジ間は東北自動車道として共用している。本道は設立にあたっての事業方式の違いによって有料無料区間が混在している。道路管理も無料区間は国土交通省の各河川国道事務所有料区間はネクスコ東日本の各管理事務所と異なった組織が所管している。 荒川カ内イ,イ,インターチェンジ、朝日マホロバ IC 間、厚ツ音泉インターチェンジ、鶴岡 JCT 間、本庄インターチェンジ岩木インターチェンジは、高速道路会社によらない国と地方自治体の負担による新たな直轄事業である新直轄方式によって建設事業が進められたため、前日区間のうち鶴岡西インターチェンジ、鶴岡 JCT を除く区間は、通行料金が発生せず、 無料である。上記無料区間以外は、一般の高速道路と同じ料金体系に、基づき料金を徴収される。2010年、平成22年6月28日から、有料区間の新潟中央ジャンクション荒川体内、インターチェンジ、岩木インターチェンジ川辺ジャンクション間において、無料化社会実験を行っていたが、2011年、 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖新東日本大震災の復興費用確保のため同年6月20日の0時をもって一旦終了した。そして同日より東日本大震災の被災者支援と復興復旧支援を目的に一部車両を対象に通行料金を無料とする措置を同区間で開始したが2012年 平成24年3月31日に日本海東北道における無料措置は終了している。大半の区間で暫定に車線となっているが一部の IC 付近では追い越し車線が設置されている区間もある。また各本線料金所付近は時速 40km に久方インターチェンジこの浦インターチェンジ間は鉄柵の分離帯が設置されているめ。 時速 80km となっている。鶴岡 JGT 坂田港 IC は他の区間と比較して割安な料金設定となっている。詳細は山形自動車道料金特例を参照。日本海東北道の休憩施設は豊坂サービスエリアを含め全て無人である。さらに日本海東北道にはガソリンスタンドが設置されている休憩施設はない。なお、 三世インターチェンジ鶴岡西インターチェンジ間の鶴岡市矢引大高地内にある矢引パーキングエリア PA は他のパーキングエリアサービスエリアと異なり駐車場のみでトイレ等はない下り線側の PA には道路管理施設が設置され駐車場は共用となっているトンネルのある区間は暫定に車線の対面通行であるため 上下線で一本のトンネルとなっている。24時間交通量、大道路交通センサス。平成22年度調査時は、ニカホインターチェンジは完成しておらず、両マペラカリで入り口本条インターチェンジの共用だった。未開通区間は、社寺、デシルス、鶴岡 JGT では、新潟方面、酒田方面及び、山形方面、酒田方面のみのハーフジャンクションであり、 新潟方面、山形方面の通行はできない。このため、新潟方面と山形方面を、日本海東北道経由で行き来する場合は、鶴岡西インターチェンジ鶴岡 IC 間で一旦、高速道路を降りて、国道7号を経由する必要がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。